はい、キャプタビです。ハイブリッドインバーターの充電モードについてご紹介いたします。ソーラー充電 MPPT を行うため、ハイブリッドインバーターとソーラーパネルを接続します。 370W のソーラーパネルを2枚直列接続して、最大出力は 740W となります。最大出力動作電流は 10.54A となります。最大出力動作電圧は 35.1V×2枚で 70.2V となります。ハイブリッドインバーターの動作電圧範囲 60V から 145V に収まります。なるほど。グリッド充電を行うため、ハイブリッドインバーターの AC 入力ケーブルを AC コンセントに接続します。ハイブリッドインバーターの電源をオンにします。ハイブリッドインバーターには4つの充電モードがあります。設定コード06で充電モードを変更することができます。 CSO ソーラー MPPT 優先充電、ソーラー充電が失敗した場合のみグリッド充電に切り替わります。設定コード06を CSO ソーラー優先充電に変更します。はい。ソーラー充電をできなくしてバックアップモードに切り替えます。ソーラー充電を復活させます。CUB グリッド優先充電、グリッド充電が失敗した場合のみソーラー充電に切り替わります。設定コード06を CUB グリッド優先充電に変更します。グリッド充電をできなくしてバックアップモードに切り替えます。グリッド充電を復活させます。SNU ソーラー MPPT とグリッド充電、ソーラー充電優先です。ソーラー充電が不足している場合のみグリッド充電も行います。設定コード06を SNU ソーラーとグリッド充電に変更します。OSO ソーラー MPPT 充電のみ、グリッド充電は使用できません。設定コード06を OSO ソーラー充電のみに変更します。フル充電された状態です。上または下ボタンを押すと、入力と出力のリアルタイムデータを確認できます。左側がバッテリー入力電圧、右側が AC 出力電圧、電源を入れたときにこちらが表示されます。左側が PV チャージヒートシンク温度、右側が PV 出力電力。 110W ほど充電されています。左側が PV 入力電圧、右側が PV 出力電流。
左側がバッテリー入力電流、右側がバッテリー出力電流。左側がバッテリー入力電力、右側がバッテリー出力電力。左側が AC 入力周波数、右側が AC 出力周波数。東日本なので 50Hz に設定しています。左側が AC 入力電圧、右側が AC 出力電流。左側がバス電圧維持パラメータ、右側が負荷被送電力。左側が AC 充電またはバッテリー放電時のヒートシンク温度、右側が負荷有効電力。左側が画面ソフトウェアバージョン、右側がブートローダーソフトウェアバージョン。左側が定格バッテリー電圧、右側が定格出力電力。左側が定格 PV 電圧、右側が定格 PV 充電電流。充電に関する設定コード。設定コード28、最大 AC 充電電流。設定範囲0から40アンペア、デフォルト40アンペア。設定コード36、最大 MPPT 充電電流。設定範囲0から80アンペア、デフォルト80アンペア。設定コード7、最大充電電流、PV プラス AC。設定範囲0から120アンペア、デフォルト80アンペア。設定コード8、バッテリータイプ、L16 はリン酸鉄リチウム電池。設定コード9、ブースト充電電圧、設定範囲48V から58.4V、デフォルト56.8V。設定コード10、ブースト持続時間、設定範囲5分から900分、低電圧充電中に設定コード9で設定された電圧に達するまでの最大充電時間です。デフォルト120。設定コード11、フロート充電電圧、設定範囲 48V から 58.4V、デフォルト 56.8V。設定コード37、ブースト充電回復電圧、バッテリーが完全に充電された後にこの設定値を下回ると再充電を開始します。デフォルト 53.6V。 キャンピングカーで使用する場合は充電モードはソーラー充電のみで十分です。はい、本日はここまで。次回はハイブリッドインバーターの出力モードについてご紹介します。はいはい、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。